どうも皆さんこんにちは、ペパーです。今日は EU とブレグリジットに関してやっていきたいと思います。イギリスがなんで EU を離脱したかなんてのをね、ちょっと軽く触れながらやっていきたいと思います。ちなみにブレグジットは、ブレ、要するにブリトンのことですね。イギリスでイグジット、まあ、脱出とか出口とか抜けるとかいう、そういう意味ですね。それを掛け合わせて造語になったのがブレグジットということですね。では早速行ってみましょう。イギリスの EU 離脱、結局まあ2020年1月31日にイギリスが EU を離脱を決定いたします。じゃあなんで一体イギリスは離脱したのかっていうことをですね、言ってみましょう。その前にですね、まあその土台というか、そのプロセスがどういうふうにヨーロッパで起こってるかということをちゃんと軽く説明していきたいと思います。第二次世界大戦が終わってナチスが崩壊しましたね。でその後ソ連も崩壊いたしましたと。まあ、そんな中ユーゴスラビアの紛争が起きるんですね。ユーゴスラビアはあのスロベニアとかクロアチアとかボスニア・ヘルツェゴビナ、まあ、マケドニアなんかも含めましてね、全部で6カ国ある大きな国なんですけども、複合体の。でそのゲリラのトップの指揮していたのがチトーというですね、まあ、ゴリゴリの、まあ体育会系というか軍人なんですね。まあ、この人が統制していたと。で国民が全人民を武装せよというのがチトーの統制の命令ですね。まあ、全員が武装するわけですね、ユーゴスラビアの人民。でチトーが、死んでしまって、まあ、各国がそれで独立の機運が出てくるわけですね。でまず最初にスロベニア、クロアチア、北マケドニアが独立しましたよと。で次いでボスニア、でスロバキア、でモンテネグロで、紛争が過激になってきたと。で、まあ、チトーの政権でですね、全人民武装ということが逆にここであだになって多くの血が流れるという羽目になります。そこで出動したのが NATO ということですね。で、もうヨーロッパでの争いが嫌だと。でヨーロッパは一つになって平和になろうというスローガンのもと、NATO が、EU ができたわけですね。でもうナチスは怖いということでですね、まあ、ここで EU の誕生につながるわけなんですけども、まあ、国境があるから戦争になるんだと、まあ、国境をなくそうと、まあ、今ではシェンゲン協定なんて言ってね、フリーパスポートでどこでも行けますよね。まあ、最初はですね EU っていう名前じゃなくて石炭鉄鋼共同体というところが始まり、まあ、西ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ルクセンブルク、ベルギーのベーシックシックス、6カ国でスタートしたと。まあ、この時点でイギリスは入っていなかったということですね。まあ、その後武器、原子力、経済を共同管理する体制でドイツの暴走を防ぐのが目的になっていきます。まあ、そして結果今の EU になりますね。その後ベーシックシックスからスタートした EU ですけども、後々イギリス、デンマーク、アイルランド、ギリシャ、スペイン、ポルトガルも加入していきます。もともとイギリスはかつての世界の覇権国だったから、まあ、ちょっとプライドがあったんでしょうかね、まあ、ちょっと躊躇していたわけなんですね。主に反対してたのはフランスなんですけども、まあ、フランスに大統領を務めていたシャルル・ド・ゴールドが 大統領が、ね、死んだ後にですね、まあ、イギリスが入りやすくなって加盟したという経緯があります。イギリスには3つの懸念があったわけですね。まあ、1つが統一通貨のユーロ。2009年のギリシャ危機で国の金融政策ができなくなったことが顕在化したのは有名な話ですよね。で金融政策ができないとなると残る道は財政政策のみになるんですよ。でちなみにですね、どう違うのかというと、金融政策っていうのはですね、景気が悪くなったら金利を下げて借りやすくする。で、まあ、好景気になったら金利を上げてブレーキをかける。まあ、一国のね、まあそのお金を管理しているところが、まあ、そういうふうにバランスをとってうまく国をコントロールできるわけですね。そして財政政策というのは公共事業に使うお金をコントロールすることなんですね。例えば景気が悪い時に公共事業をいっぱい増やして雇用を増やせば経済が回ると。まあ単純に言うとそういうことですね。ところが統一通貨ユーロでやってるから一国の金利をね上げたり下げたりすることはできないんですよ。まあ、EU 圏全部にねその金利が上がったり下がったりするのが適用されてしまうので一国の都合だけでできないわけですね。まあ、日本はね、まあ、一国円だけでやってるんでできますけど、まあ、この EU 圏内に入ってるところは全部ユーロでやってるんで、まあ、絶好調の国、絶不調の国、まあ、混同してるんで一国の都合でできない。まあ、これでギリシャがやばくなったわけですね。できないんでギリシャは国債をどんどん吸って公共事業を刺激した結果債務超過でデフォルト化したと、まあ、こういう流れになってますね。で2つ目が国境の問題、まあ、宣言協定、
まあ、これ移動の自由って先ほど言いましたけど、イギリスは入ってないんですね。でユーロも使ってない、まあ、あのポンドをずっと使ってるわけですね。でも EU では EU 市民であれば就労の自由と社会保障の権利が認められているので、まあ、移民とか難民が入りやすくなるっていう問題も起きるんですね。まあ、もしかしたらテロリストもね、やすやすと入ってこれちゃうなんて環境も作ってしまう、温床になってしまう懸念があるわけですね。でちなみに移民と難民の違いなんですけども、移民っていうのは経済的な理由から他国に移り住む人、要するに自分で選んでそこの国に行った人ですね。で難民っていうのは人種、宗教、政治的理由で迫害の恐れがあって、まあ、国難があって逃れてきた人、まあ、アラブの春とか顕著ですよね、まあ、こういうの逃れてきた人が難民ですね。まあ、何らかの理由で自分の意思ではないと、まあ、ここに国にいたらやばいということで逃れてきた人ですね。でイギリスは社会保障的には医療費が無料なので、まあ、移民が増える温床になっているわけですね。ドイツもそうですね。で、特にポーランドからの移民問題、これ安い賃金でポーランド人が喜んで働いてくれるので、もともといたイギリス人の仕事が奪われるなんてことも起きますね。行政サービスが彼らにも受けられる、まあ、例えばでちっちゃいことで言うと、まあ、そのポーランド人がいっぱい入ってきて、まあ、その行政サービスが無料で受けられるということで病院が混むわけですね。そうすると今まではすぐに診療が受けられたのに1時間2時間待ちなんてことがね、もしかしたらあり得る可能性があるわけですね。そうすると彼らに不満がだんだん溜まっていくわけですよ。そうすると EU 離脱した方がいいんじゃないかと、まあ、動きにもなっていった拍車がかかった理由の一つになりますね。3つ目が漁業権問題。今イギリス近海は豊富な魚が取れるんですけども、 EU 内だとオランダやフランスからの漁船がいっぱい来てね、漁場が荒らされる、他国に取られる、いい魚がね他国に持ってかれちゃう、こういう懸念点があるよということですね。まあ、周辺国問題ではトルコの問題があるんですね。トルコはずっと EU に入りたかったわけですね。でなんでダメなのかって聞いたら、まあ、クルド人迫害とか死刑制度が EU の概念と合わないからダメなんだよと、まあ、そこを直してくれればちょっと考えてもいいかもねと言ったんですけども、なるほどそういうことですね、わかりましたということですね。全部改正するわけですね、トルコ。ところがですね、それもなんだかんだ言って、ダメだって言うんですね。まあ、結局何が問題かというと、 EU 圏は全部キリスト教圏なんですけども、トルコっていうのはイスラム教圏なんですね。まあ、宗教上の問題で、まあ、入れないというのが、まあ、大きな根っこになってるわけなんですけど、日本人の我々からすると宗教上の問題で入れないっていうのはちょっとピンとこないかもしれないんですけど、まあ、日本以外のね各国はですね、結構宗教ってもうその生活とか人生の根幹にかかる問題ですから、まあ、ここがね価値観が合わないとなると、やっぱいろいろ後々問題が起きたり、まあ、これによって戦争とかも起きたりしますからね、まあ、大きな問題ですよね。それによってトルコのトップエルドアン大統領がいるんですけども、もう EU いらねえと、トルコファーストでやるんだ、自国ファーストでやって独裁政治を進めてやるんだっていうような動きに今なっているということですね。まあEU 周辺国もこんな感じでいろいろと問題点がありますよということですね。さてブレグジットがどうするのか、まあ、当時のキャメロン大統領ですね、まあ、経済的に続けたいんだけど国民感情が脱退に向いてるため、まあ、16年に国民投票するんですね。まあ、キャメロンの思惑は、まあ、結局離脱しない派が多数を占めるだろうと思ってたが、ところがどっこいと、離脱反対に票が傾くと思ってたのに離脱派が大多数を占めてしまったということですね。あれということで、関税面で有利な条件で離脱したい、こうなったらと思うんですけども、まあ、それを許すとね、ほんじゃあ俺の国もやってやるよって離脱して、結局 EU の機能がままならないという懸念があるので、イギリスだけ、ね、有利な条件で離脱を認めるとそれもそれでどうなのかなっていうのがあるんで、なかなか悩ましいところですね。もう一つ北アイルランド問題がありますね。まあ、北アイルランドは連合王国のイギリスなんですけども、アイルランドはグレートブリテンおよび北アイルランド連合には入っていないんですよね。ちなみにイギリスの正式名称は、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国なんですけども、まあ、地図で見れば分かるようにアイルランドと北アイルランドは一つの島の中に混在しているんですけども、北アイルランド連合、北アイルランドはイギリスで、アイルランドは一つの国なんで別なんですね。よってこの北アイルランドとアイルランドで常に紛争が絶えない、あのロックバンドの U2 なんかがね、
まあ、この辺の出身でずっとこの辺の紛争の嘆きの歌を歌ってますよね。サンデーブラッデーサンデーとかね。まあ、北アイルランドはですね、多数派のプロテスタントと少数派のカトリックで昔から揉めてたんですね。この宗教上の問題。ところが EU に両国が加盟してからは自由に往来ができて大きな争いがなくなる、まあ、紛争が、まあ、沈静化してきたというのが、まあ、このメリットですね。ところが離脱すると、まあ、これが再燃する恐れがあると、いろんな問題がありますね。まあ、離脱しても関税同盟すれば両国の往来は維持できるのではないかと示したんですね。まあ、こんなとボリス・ジョンソントップに立ってます。しかし離脱によってどの国とも関税を自由に決められる関税自主権を取り戻せる、離脱強行から猛反発に遭う、で離脱反対派からどうするんだよと反発に遭ってしまって、メイ首相はものすごい悩むわけですね。ものすごい悩んだ結果責任を取って辞職するということで、今ボリス・ジョンソン、まあ、ボリス・ジョンソンも今辞めてしまいましたけどね、まあ、2019年にジョンソンになって合意なき離脱も辞さない、まあ、アメリカ版あのイギリス版トランプなんて言われているのがジョンソンですけどね、強引にやるぞと、もうやるしかないということでジョンソンがね舵を取ったわけですね。まあ、結果的に2020年に EU を離脱してしまうイギリスなんですけども、合意なき離脱をしていたら関税や権益で混乱や大幅の遅れが生じて経済的にはまあ良くないんですよね。まあ、離脱後は輸出入に関税がかかりすぎて価格競争面で遅れを取るためイギリスを離れてしまう、まあ、そういった国が出てくることをまあ恐れたわけですね。 EU にとってもですね、ドイツに次ぐ EU に2番目の大きな国なので、まあ、抜けられるのはちょっと痛いんですよ。その結果再びドイツの力が強まるという、まあ、懸念点もありますし、まあ、そんな折さらにコロナになってですね、まあ、医療、公衆、衛生的にですね EU 内での支援が滞ることに、まあ、特にイタリアではかなり失望感が強かったと言われております。まあ、非常事態とはいえですね、 EU 内であっても移動の制限はかかるわけなんですよね。でグローバリズムとナショナリズムの対立と富裕層と貧困層の格差、まあ、これがさらなる拡大となってですね、まあ、これはまあ今の日本でも同様なことが起きているなんてのはまあ身近に感じている方もいっぱいいると思います。さあ問題の北アイルランド問題はどうなったのかというと、結局実務上の関税の境界線を、まあ、ご覧の黄色い線のようにですね、アイルランド島とグレートブリテン島の間に引くことによって、まあ、一見落着したという見方ができますね。まあ、北アイルランドとアイルランドは、まあ、いつも今まで通りの、まあ、と言いますかね、感じで、今後も行けるわけになったんで、まあ、EU ルールに従い税関検査などの国境管理を避けられたと、まあ、いった感じになって、まあ、血は流れなくなったわけですよね。さて、EU 内の力を持っているドイツはどうなのかと言いますと、 EU の理念にて、まあ、ドイツに力を持たせてはいけないノーモアナチスで始まったわけですよね。まあ、戦後ドイツはナチスのしたことを謝罪して、まあ、ドイツ社をはじめ産業に力を入れて今や EU ナンバーワンの実力国になって、イギリスを抜けた今ヨーロッパで一周回ってドイツが最強国になったという、なんとも皮肉な結果になってしまったというわけですね。流れが自国のために頑張ればいいんだというふうにだんだんなってきているというのは世界各国の共通の認識であるとも言いますよね。アメリカも言ってる、トルコも言っている、エルドアンも言ってますし、トランプもかつてねメキシコの間に壁を作れなんて言ってましたよね。まあ、俺たちを苦しめてるのは誰なんだ、難民、移民だとどの国も言っている。あいつらがいっぱい入ってきて行政のおいしいとこただ乗りして我々国民を苦しめてる、雇用も失われてる、それで仮想敵を作って宗教と民族の間で争っている、これが世界中のどの国でも起こっていることです。歴史上も起こってきました。もう外国に足を引っ張られることはない、強い自国を取り戻すんだ、どの国も言ってますよね。さあ現在のイギリスどうなってますか。2022年、まあ、突然ボリス・ジョンソンが辞任しましたよね。まあ、現在はリズ・トラスというイギリス史上3人目の女性首相が陣頭指揮を取って頑張っております。 LGBTQ 問題、エネルギー対策なんかを打ち出しておりますよね。さてそんな折ですね、エリザベス女王が、死去してしまいました。そんな中でですね、まあ、チャールズ3世が国王を継いだわけなんですが、まあいろんな問題があってですね、紙幣の盤面を刷新とか、パスポートの図柄を盤面と刷新とかね、あとイギリスの衛兵についてる一番上のが
王冠じゃなくてね、あの女王のね、まあ、紋章のエンブレムがあるんですけど、それをあの王冠に変えるのかどうかなんていうのもね、まあ取り出さされてる問題ではありますから、イギリスの大きな節目を迎えているのは、まあ、間違いないということですね。イギリスこれからどうなっていくんでしょう。まあ、あのイギリスの力は落ちていると言ってもですね、やはりあのかつて世界を牛耳ってた覇権国ですから、まあ、その力今もね強いわけなんですよね。本当はねイギリスは、まあ、あの経済的にはね、まあ、落ちてはいるのかもしれませんけど、覇権国力としては、権力としてはですね、依然強い力を持っていますから、まあ、今後イギリスの、世界の立ち位置、こういうものにもね注目してみたいかなと思っておりますけど、皆さんはいかがだったでしょうか。さあ今日はこんな感じでねお開きにしたいと思います。これからもね世界情勢に関してねちょっとやっていこうかなと思っておりますので、よかったら次の動画もご期待ください。それでは高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。コメント欄でもねどんなことが他にあるのかっていうことをね私も勉強になるんでぜひ教えてください。それでは皆さんさようなら。